平野塚穴山古墳は奈良県柏市平野にある古墳。形状は宝墳。平野古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。地の王の墓に否定する説が知られる。奈良県西部、明神山から派生する低丘陵の南斜面に築造された古墳である。墳丘は大部分が作兵を受けているほか、1972年に洞窟に会い、その後に、 数字の発掘調査が実施されている。噴景は、方形で、下段は一辺25から30メートル程度、高さ約2.7メートル、上段は一辺約17.4メートル、高さ約2.7メートル、全体高さ約5.4メートルを測る。噴景は、年湿度、差湿度を交互に突き固める半築によって構築されており、 紛丘表面は二条山業界1の天示で化粧される。主体部の埋葬施設は横口式せっかくで南方向に開口する。現質の前に短い沿道を伏すという横穴式石室の名残をとどめたせっかくであり、せっかく内には協調官、うるしぬり米め棺が据えられる。せっかく内は洞窟にあっているが、発掘調査では副葬品として金管、中空玉、 銅腕の破片が検出されている。この平野塚穴山古墳は古墳時代終末期の7世紀後半引く末頃の築造と推定される。予告地式接客としては初元期の組合式予告地式接客を埋葬施設としており、業界岸で構築した終末期古墳への転機、先駆として重要視される古墳になる。被葬者は明らかでないが、古墳の様相としては、 王族級であることから、地の王とする説が有力視される。古墳域は1973年6月18日に国の史跡に指定された。現在では史跡整備の上で、平野塚穴山古墳史跡公園として公開されている。横口式せっかくせっか部,部の埋葬施設としては、横口式せっかが構築されており、南方向に開校する。 原質の前に短い沿道を付すという横穴式石室の名残をとどめた横口式石角としては諸元器の組合式横口式石角である。石角の規模は次の通り。石角の石材としては二条山業海岸の切り石が使用されており、すべての石室部材を二条山業海岸で構築する例としては諸元器とされる。原質では奥壁一枚、 両側壁2枚、天井石2枚を原門沿道では両側壁角1枚、天井石角1枚を組み合わせて構築され、内面は概ね全面的に磨かれ、角床面には霧石が敷き詰められる。せっかくの構築にあたっては、基準着として到着が使用されたと推定される。また、石質構造には、 くだらの後期容量とされる三笹山里古墳群の統括か等との類似性が指摘される。せっかく内は、洞窟にあっているが、発掘調査では、協調官編、漆塗り米官編が出土して、領館の使用が認められるほか、副葬品として、金管、中空玉、銅腕の破片が検出されている。日本書期に基づく関係系図平野塚穴山古墳の、 実際の被装者は明らかでないが、チヌ王に否定する説が有力視される。チヌ王は、押坂の彦人体系美子の子で、皇玉、斎明天皇、皇徳天皇の父であるが、古事記、日本書紀等では、系譜の記載のみで、自責はつまびらかでない人物である。チヌ王の墓について、演技式書領料では、東馬家の片岡足田の母として記載され、 大和国区下郡の所在で、町域は東西五町、南北五町で、四股はなしとする。平野塚穴山古墳を地の王の墓とする説では、確かな資料は書くが、所在地の縁起式の記載との対応、築造時期、白草令の規定を上回る、せっかく規模、アスカ地域の古墳との構築技術の共通性、共著感、漆塗り米質疑の使用が根拠とされるとは、 時期差が開く。ありがとうございます。